はい、皆さん、えー、夜中にすみません、えー、暗闇からの中継台を今日は <laughs> 帝国デストロンです、えー、今日はですねもうとても短い動画になります、えー、この前、うん、あのトゥイワールドの、えー、コンストラクターをちょっとだけ紹介させていただいたんですけれども、えー、その時に、えー、比較対象として、えー 久しぶりに、えー、出したのは、えー、これ「宝社の正規品」のデバスターですね。でねこれを、まあ、外に出しっぱなしの状態で、えー、今日久しぶりにね、えー、自分の趣味部屋にある、まあ、古いプロジェクトをつけてちょっと動画を、えー、見ようと思ったらですねなんと えー、要,素要素外のことにねものすごいね、えー、光り出したなんと言ったらいいのかなえっ、ー、とまあいわゆるデバストの色蛍光,ドリーンな蛍光グリーンなんですけれども本当にに、えー、暗闇で,でプロジェクターであの,このあのね僕のプロジェクターの場合はですね、えー このように何も映ってない時に、えー、ブルーなんですよ、色は。で、えー、それだと、まあ、ブラックライトと同じ、えー、いわゆる効果を持つんですね。で、このデバスタの蛍光グリーンはブラックライトに光るっていうことに気づいたんですよ。結構かなり光りますよ。動画だと全然その効果が もう4分の1ぐらいしか伝わらないんですよ。めっちゃある意味でね、暗闇の中で周光ギミック、集合あの効果持ってますよ。すごく光ります。で、気づいたのは、このデバスタだけじゃなくて、えー、ハスプロ版のシックショットも同じです。このシックショットのグリーンは、 かなり光り光ますでこう隣に日本国内版を置いても,もう全然この暗いだと全く色の識別はできないけれどもこの海外版はあの緑色だけはなんかくっきりきます。まあ、違う色に見えるけど。で、えー、最後なんですけれども、えー、昔の G1 の えー、シックショットね。も、えー、同じです。おそらく同じグラデーションのグリーンだと思うんですけれども、これも、えー、ブラックライトをかけると、えー、ちょっとねあの、浮いてきます。いやー、ほんと不思議な現象なんだな。もし家に、えー、ブラックライトとかね、えー、持ってる方がいたら、えー、ちょっと自分でも。 えー、試してみてください。不思議です。えー、まあ、玩具のね、楽しみ方の、こういう意外な手の見つけるのも、えー、いいかなと思います。では、今日はこのような不思議な暗闇からの、えー、中継でした。えー、それでは、また次の動画で会いましょう。それでは、おやすみなさい。